ブラックタイド、母春だより、ボバ関東、清水秀勝厩舎入厩予定。母は新馬戦で3着と好走し、素質の片鱗を見せながら重度の骨折により早期引退を余儀なくされました。しかし繁殖牝馬としての道は残り、名牝若雲の血を伝える役目を担うことになりました。ファルブラブ牝馬の母に父を配合することで、桜花賞馬ハープスターと4分の3同血配合というのも魅力です。馬体はコンパクトながらバランスが良く、すがる足さばきから芝での活躍が期待できそうです。母の成し得なかった勝利を本馬が掴んでくれるでしょう。